ブライアン・アラン・ラヘアはアメリカ合衆国マサチューセッツ州ウースター出身の元プロ野球選手。福岡ソフトバンクホークスに所属していた2013年の登録名はラヘア。2002年の MLB ドラフトでシアトルマリナーズから39順目で指名を受け入団。2005年はアドバンスド A 級インランドで打率。310、22本塁打。 オプス876の成績を残し、アドバンスド A 級のオールスターゲームに選出される。2006年はトリプル A 級タコマまで昇格。タコマでは54試合の出場で打率。324、10本塁打、オプス918の成績を残し、マリナーズ参加マイナー最優秀選手に選出される。11月にはメジャー40人枠に登録される。 2007年もトリプル A 級タコまでシーズンを過ごした。2008年7月18日のクリーブランドインディアンス戦でメジャーデビュー。22日のボストンレッドソックス戦で松坂大輔からメジャー初安打を記録。28日のテキサスレンジャーズ戦ではスコット・フェルドマンから422フィートの本塁打を放ち、翌日の試合でも2試合連続の本塁打を放った。 しかし8月から調子を落とし、45試合の出場で、打率。253本塁打、オプス、661の成績に終わった。2009年は、トリプル A 級タコまでは121試合の出場で、打率。281、26本塁打、オプス、881の成績を残すが、メジャー昇格の機会はなかった。 2010年1月9日にシカゴカブスとマイナー契約を結ぶ。この年は、トリプル A 級アイオワで125試合に出場。打率。308、リーグ10位の25本塁打。同7位のオプス、942を残す。2011年は、トリプル A 級アイオワでは129試合の出場で、打率。331、リーグトップの38本塁打。 同じくオプス1.070を記録。パシフィックコーストリーグの最優秀選手とジョー・ボーマン、賞を受賞したほか、ベースボールアメリカ市のマイナーリーグオールスターにも、指名打者で選出された。9月にセプテンバーコールアップで、メジャー昇格し20試合に出場。オフには、ベネズエラのウィンターリーグに参加。カブス時代2012年は4月に打率。390。 5本塁打、オプス1.251と活躍し、4月30日のフィラデルフィアフィリーズ戦から3試合連続本塁打を放ち、5月11日まで28試合連続出塁も記録。前半戦で打率、286、14本塁打、オプス883の成績を残し、自身初めてオールスターゲームに選出された。 しかし、後半戦は打率20。202、日本塁打、オプス572と失速し、アンソニー・リゾーの昇格も重なり、スタメンを外されることも多くなった。シーズン2算では、自己最高の成績を残すが、48打数3安打27三振と、例年以上に、左投手を打てなかった。11月20日に、ディエフェとなる。トリプル A 級で、本塁打。 打点の二冠王に輝いた2011年から東北楽天ゴールデンイーグルスや読売ジャイアンツが獲得に動いていたが2012年11月22日に福岡ソフトバンクホークスと2年契約を結んだことを発表前年に MLB で本格デビューと MLB オールスターゲーム出場を果たしたばかりの選手が NPB の球団へ移籍するのは異例であった 背番号は35。2013年には、開幕当初こそ6番打者として出場していたが、4月3日の埼玉西ブライオンズ戦で、ウィリー・モーペーニャに代わって、NPB 初の4番打者に起用。その試合の第2打席で、NPB 初本塁打を記録と、一時4番打者に定着した。セパ交流戦期間中の5月31日には、 セントラルリーグ公式戦の開幕から21試合連続、無失点を記録していた、広島東洋カープのサワン投手、川内キアから2点本塁打を放って、記録の更新を阻止した。もっとも、打撃面では、アメリカ時代からの傾向である左投手への極端な弱さを次第に露呈。交流戦の終盤からは、左投手の先発が予告されている試合で、 ペーニャが再び4番に座るようになった。シーズン終盤の9月21日には、左手肺部痛の検査を理由に、アメリカへ帰国。その検査で、左手関節軟骨の障害が判明したため、日本に戻らず手術を受けた。シーズン2算では1軍公式戦11 111試合で16本塁打を記録したが、右投手から15本塁打を放ったのに対して、 左投手からは、河内からの一本にとどまった。2014年1月23日に対談を発表した。球団の海外研修長期戦略担当部長であった小林イタルは、前年末からの大型補強で支配下登録の外国人選手が8名にまで増えたことを背景に、ラヘアを契約期間の途中で対談させた理由として話し合いを続けた結果、 出番は厳しいだろうという結論に達したと説明している。2014年2月5日にクリーブランド・インディアンスとマイナー契約を結んだ。2015年1月30日にボストン・レッドソックスとマイナー契約を結ぶが4月4日に FA となる。2016年2月16日に独立リーグである。 アトランティックリーグのサマセットペートリオッツと契約し、2017年まで所属した。この年限りで現役を引退。2018年にシンシナティレッツ、サンカードバンスド A 級のビリングス・マスタングスの打撃コーチに就任。2019年に監督に昇格。2021年はサンカルーキー級アリゾナコンプレックスリーグレッツの監督を務め、2022年は 参加 A 級デートンドラゴンズの監督。コンパクトなスイングで広角にライナーを放つタイプで、ヒットゾーンは狭いが、マイナー時代に25本塁打以上を3度記録した、長打力を持ち味とする。右投手に対しては、メジャー通算の打率。289、オプス、835と、得意とするが、左投手に対しては、同打率09。098、 オプス380と極端に左投手を苦手とし、シカゴの地元市から、左投手が相手先発の時は起用すべきではないと、意見されたこともあった。ソフトバンク時代の2013年にも、対右投手で打率。224、オプス746、対左投手で打率。254、オプス573を期した。 守備総類面は共に平均以下で、守備では主に一類種として起用され、メジャー通算の DRS-5、ウザー0.2を記録している。2012年には、アンソニー・リゾーの昇格に伴い右翼種で起用されたこともあり、マイナーでは左翼種でも起用されたこともある。ありがとうございます。